はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえりさんちようこそ。はい、マスクね、マスクの値段って、まあ、本当に一時期ね、50枚入りで1万円とかね、10万円ぐらいっていう時もあって、まあすごかったですよね。うん、まあ今はね、一時期よりかはすごく良くなって、まあ、50枚入りぐらいで、ちょっとこう包装が入ってるものだと、まあ、ちょっと高いかもしれませんけど、うん、1500円とかね、そこくらいで、まあ、50枚で個包装でメイドインジャパンっていうと、まあ、そんくらいになっちゃう、1500円ぐらいになっちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっとね、こだわりがなければ、まあ、1000円ぐらいで買えたりとかするし、まあ、30枚ぐらいになると、ね、500円台で買えたりとかするし、うん、まあ一応落ち着いたのかなっていうのは思っております。まあ、とは言ってもね、まだまだ高いわよっていうような言い方をする方もいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱ、ちょっと安い方がいいよねって思っちゃう時があるけど、質の方がいいと、まあ、ちょっと高くてもいいわって、メイドインジャパンの方がいいわっていう人もいるだろうし、まあ一応ね、私もメイドインチャイナだったりとかするけど、まあしょうがないなと、しょうがないなって言い方もおかしいけど、あの使えないよりかはいいや、いいし、そのわざわざそのコンビニ行ってね、あのまあ2、3枚で500円ぐらいするものを毎回ね、コンビニに行くたびに買うっていうのも大変だし、うん、まあそれなりにね、お金が出て、意外にほら、まあ製品的にはいいと思いますよ、もちろんね、うん、だけど高くつくっていうかさ、うん、それのまとめてね、30枚ぐらいになってると、意外にその30枚で、まあ例えば30枚で箱で売ってるのだと、まあ500円ぐらいで売ってるとしたら、まあその3枚ぐらいので500円ぐらいで、まあね、5000円ぐらいかかっちゃう場合もあるんで、って感じなんでね、まあ500円もしないから300円ぐらい、結構高いっすよね、ああいうのってね。まあ本当に1日1枚で1枚で使い捨てなんだけど、2日ぐらいにわたって使ってる人もいるんじゃないかな、ちょっと高かったりするしね。本当にコンビニでもないもん、なかったもんね、でネットなんかでもやっぱりなかったし、欲しいと思ってちょっと検索してもなかったし、ようやくそのね、11月ぐらいになってから落ち着いて、まあ多少ね、値段は高いけど、まあ2箱、50枚入りの2箱で3000円ぐらいかかるけど、私が買ったの時はどうだったんだろう。まあ3000円しなかったと思うんだけど、まあそれでも一時期よりかは高いっすね。一時期本当に、多分それもメイドインチャイナだったかもしれないんだけど、1000円しなかったと思うんだよね。2箱セット、50枚入りだと思うんだけど、50枚入りで、2箱で1000円しなかったような気がするんだけどね。
で今はもう1000円以上、まあ2000円以内の値段だったけど、うん、まあ高かったね。私が買ったのはロハコで、買ったやつなんですけど、まあロハコで本当に4,000〜5,000円、一箱で4,000〜5,000円してたんで、じゃあヤフーショッピングでちょっと見てみようと思って見たら、やっぱりね高いんですよね。4,000〜5,000円で足りなかったりとか、うん、で今はもう本当にまあ落ち着いてきたなっていう感じではありますけどね、一応。うん、皆さんどう思うでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。